ハヌイビルの田口です。今私は、ファンケービン通りですね。ファンケービン通り。だいぶね、向こうまっすぐこれ行くと、リンラン通りに出る、つながるんですけど、交わるんですけど、リンランからね、垂直にずーっとこう、まっすぐ伸びてきてるんです。はい、だいぶ先まで行ったところですかね。もうすぐそこは、広いね、空港に抜けていく道がもう、そこに見えてますよね。はい、この辺までちょっと歩いてくるんですよ。そうすると、まあまあ、こじゃれた綺麗な、物件、店舗物件が出てきます。はい、ここのね、かわいいショップっていう、なんか日本製のショップがあったりとか、まあ、この辺り、ビアホイとかね、あって、はい、そこまっすぐ行くと、大山ラーメンさんとかね、ありますよね。はい、その先ずっと歩いてきたところ、はい、ここの、はい、この物件ですね。はい、この物件、よいしょ。はい、ちょっと間口こんな感じですね。そんなバーッと広いっていうわけではないんですけども、はい、こんな感じ、はい、こんな物件です。で、よいしょ、4階、5階建てかな、はい、5階建て、の綺麗なこれ物件、もともとなんかね、サプリメントかなんか、なんかな、朝鮮人かな、なんかそういう健康食品をね売ってたお店があったみたいなんですけど、もう終わってね、今カラーですね。はい、ちょっと1階部分、今オーナーとうちのスタッフの話をしてますけど、これぐらいのね、はい、スペースで、ちょっと上に上がっていきますね。同じようなスペースが4階までずっと続くんですよね。はい、どうでしょうね、皆さんこう目をつぶって考えてみてください。何屋さんが向いてるか、はい、まずね、1階、2階上がってきましたね。ここにお手洗いがあって、必ずワンフロアにはお手洗い。それと、まあ、こじゃれたというか、なんというか、まあまあ、これぐらいの部屋があるんですよね。5、3、5、25、どうかな、25平米、30平米あるか、まあ、っていう感じの、まあ、そんな広くはないですけどもね。まあ、でも中もね、なんでしょう。ずっと最近まで使っていたのか、綺麗ですよね、とてもね。エアコンなんかも置いてあるんで、買取金額がどうなのか、ちょっと確認しないといけません。これぐらいの広さ、はい、ワンフロアには必ずお手洗いがつく。はい、どうでしょう、何屋さんが向いてるか。オーナーさんは、まあ、バドミントンのね、選手だったらしくて、すごいね、スポーツウーマンの笑顔が素敵なオーナーさんなんですよね。はい、で、日本人大好きだと、大阪には何回も行ったんだと、私は大阪出身なんで、さっき意気投合しましてね、はい、そんなオーナーさんがいらっしゃいます。とてもいいオーナーさんですよね。はい、これが3階に上がってきました。ここまで来ると部屋の中にお手洗いとバスルームがつく、洗面ですよね、がつくんですよね。はい、あとはこんな感じ、はい、窓もしっかり切られてて、エアコンもね、まだ綺麗なやつだと、ダイキンのエアコンがついてますよね。ここの下はファンケービン通りですね。はい、3階、もう1階上も同じような広さなんですが、4フロアこう続くんですよね、階段で。はい、もう1階上げましょうか。全部階段ですね。なんかの教室でもよし、なんでしょうね。はい、まあ、オーナーさんは自分で手取りの金額はね、最低こんだけ欲しいっておっしゃってるのがあるので、そこから税金とかいろいろ足していかなきゃいけないんですよね。はい、あとでまた金額に関しては家賃はね、お知らせしますが、もう1000ドル台の半ばちょっとぐらい、はい、それぐらいですが、もうとても安いですね。とても安いです。最初あんまりね、お金かけれないんだよと。ファン警備員であれば、まあまあ集客できるかなと。はい、商品サービスに特徴があれば少々離れても来る。はい、流れ客を重視して捕まえないといけないんだよっていう商売やったら、ちょっと林間から離れるので、どうかなっていう感じですけどね。はい、どうでしょうね。オーナーさんはカラオケ以外だったら何でもいいよと言ってます。はい、カラオケはやめてくださいと言ってます。はい、4階ですね。もう1階上行きましょうか。もう1階上に行くと、ここでね、踊り場なんですよね。ここまで来るとちょっともう普通の部屋ではなくて、この裏側、壁の向こう側は神様を祀ってるんですよね。はい、ここはちょっとした踊り場、なんか物置というかね、なんというか、はい、上はもう天井があって、
上にね、あの水のタンクとかね置いてます。ちょっと出ましょうか。4階までが、1、2、3、4階までが、まあ、居室空間で、何かのサービスをするスペース。はい。この5階に上がってきたら、こういう、ちょっと屋上のスペースがあるんですよね。はい。今日はちょっとね、もやってるんでね、天気悪いですけど、はい。こんな感じですね。ここに神様をね、祀ってらっしゃる。はい。で、一番上、最上階は、まあ、お水のタンクがあると。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。綺麗ですよね。なんていうか新しいですよね。これプロパンなんかもあるんですよね。どうなってるんだろうな、ちょっと分かりませんが、はい、こういうお水のタンクがあって、で光をねこう入れるようにガラスにしてると、まあこんな、まあ、よくある、ベトナム人の方の家ですね。はい、そこはもうあの、ヤッタン橋に抜けていく、あの空港に抜けていく広い道ですね。はい、どうでしょうねこの物件。はい、まあ、金額、家賃はあの後であのご紹介します。で買取金額なんかもね、エアコンなんかもついてるので、そこは買ってあげないと、お金を払ってあげないとダメですね。はい、いろんな、まあ、商売が、まあ、あの思いつくんですが、まあ、レストランでもいいよと、レストランやっていただいて結構だよと、はい、カラオケ以外だったらいいよ、ね、何でしょうかね、何がいいでしょうか。何かできそうな感じですよね。この等間隔にこういう4つのこれぐらいのまとまった広さの部屋がある、階段ではありますけど部屋があるんですね。はい、どうでしょう。あ、そうか。はい、まあちょっとね、みんなこれあのご紹介というか、物件をねあの出していくことはできないんですけども、はい、一部皆さんにこれをこの人だったらどうかなと思う方にこの動画をお送りしてね、でご検討してみてはいかがですかというふうに僕らはやります。はい、どうでしょうかね。ちょっと電気を消しながら降りていかないともう大変なんで、はい、そうですね。お湯タンクもちゃんとスイッチもあって、シャワーもちゃんとお湯のシャワーが浴びれるようになっているということですね。なんかの学校とかね、どうなんでしょうかね。学校あるかな。はい、学校のなんかの教室とかいいかもしれませんね。はい、なんかまとまった感じでできそうな、はい、最初そんな大きく、ね、あの手を広げないで、まあまあ、あのちょっとだけ、はい、まあ少ない人数、おいおい、少ない人数で始めるのもいいんじゃないでしょうかね。はい、パンケービン通り沿いに立っている場所はいいですよ。場所はとてもいいです。はい、この物件いかがでしょうか。内覧等のご希望であれば、一応ハノイリビングまでお問い合わせしてください。以上の放送終わります。